Go, yo, son, me, it's my. センズ TV。 今回の配信は前回のミニ四駆対決でまさかの2回連続コースアウトという見事な負けっぷりを見せたゆうやぴーに罰ゲームのバンジージャンプをやっていただきます。今からどこ行くんですか？猿が今日バンジーです。あれね、罰ゲームね、バンジージャンプめっちゃやりたくないです。これでも、まあ、行ってみてダメそうだったら、まあ、帰ってくるっていうのも一つねあるよね。それはものすごいブーイングが。バンジーやるんだったらセルフドッキリの方がマシだよね。でも皆さん言ってたじゃないですか、嫌がってる姿が一番面白いんだよって。そう、なんでそんなミニ四駆がコースアウトしたぐらいで飛ばなきゃいけないんだよ、あの竹のところから。よく考えたらおかしいだろ。罰則が重すぎるよこれ。万引きしたら死刑ですみたいな、そんなレベルだよこれ。その犯罪に対しての刑が重すぎる。いやてか山ばっかりだな。寒いからやめとく。やめとく。ここまで来て一旦帰る。こんなん怖いだろ普通に。めっちゃ怖くなってきた俺。こんな山から飛ぶやつなんかバカだろ。バカ。バンジー否定して始める。何が面白いのバンジーのあんなの。ただ飛んでさビヨーンになってさ戻ってくるだけで。そもそもミニ四駆で負けたぐらいの罰としてはちょっとレベル高すぎるだろ。さっきも言ったけどさ。俺ほんと飛ばなきゃダメなの。飛ばなきゃダメだよ。もう 2,3 回飛んでほしいよ。いやそれ 2,3 回無理だろ。1回でも嫌だよ普通に。だから自分家のマンションのベランダから下見るのでさちょっと怖いんだから。もう想像しただけでもう吐きそう。これ死なないよね大丈夫。安全面とかでも書くでしょ。死んでもどうのこうのみたいな。そんなん書くんだよね確かね。それが怖いよねもはや、うん、その段階で。ってことは死ぬことがあるってことじゃん。ワンチャンあるじゃんみたいな、ね。死んでも文句言うなよ的なさ。どう一緒にサインするんだよね。怪我とか、うん、ミニ四駆対決の罰としてはちょっと重すぎる罰だと思うよ俺。あんなちょっとコースアウトしたぐらいでこんな長いとこから飛ばされるんだから。まあ、2連チャンコースアウトだから普通にこれパワハラだよね。いやマジ良かった勝って。マジで良かった。マジで、ね、今思う。今切実に嫌だ。これはマジで怖い。で下見たらダメだよね。だからねもうね下見たらアウトだよね。紐がちぎれたらどうすんだろう。死だ。完全な死だ。それ高くねマジでこんなするの。うわうわうわ。群馬県猿ヶ京バンジーに到着。看板だ。やばくねこの看板。今から罰られるためにあの猿ヶ京バンジー行きますよ。いや遅っ。牛歩されるいやー怖い。一回来るね。うんこしたいからちょっと待ってて。今ゆうやうんこ中です。漏れたらねちょっとシャレなんないんで怖いやあまりの恐怖で頭動かしちゃった。うんこが止まらない。下痢みたいな。フラッシュしてるから道が、はいはい、うんこタイムがちょっと長い。いやー怖い。渓谷にかかるこちらの赤や水管橋はなんと高さ62メートルを誇ります。マジ開けていいですか。死んでも文句言うなよ。はい、すみません。死ぬことってちなみにありました今まで。いや、ないと思います。大丈夫ですよね。はい、大丈夫。怪我は何かあります。なんか、切り傷っていうか、擦り傷ぐらい。なんで擦り傷が大きいの。半ズレとかだと、擦れちゃって。ナスとかだったら半ズレで。ああ、この、紐が擦れて。はいはいはい、うん、大丈夫でしょう。あの、漏らすとかそういう人はいました今まで。漏らしが。漏らし。漏らすかと思って。うるさいな、誰。多分いないと思いますよ。多分いないですよ。見るだけだな、見るだけだな。見るだけだな、確かに怖い。2回目と7000だろ。いやいや、2回目割引さ、2回目なんか飛ぶから。え、これ、起用したことないですか。多分ないと思う。今まで前例みたいな。大丈夫だと思う。多分だ。多分思います。耳なしなしなし。私は健康状態のチェックなんですけど、この中に当てはまるものございますか。
全部ですね。いや帰るってやめやめてさ。本当にダメって言われちゃう。全部余裕。はい。同意します。それでこの1万2000円っていう出費すら罰ですから。ね、小遣い制ですから。規約に署名して、いよいよ罰ゲーム執行です。軽量素材とかさ、やめろよ、そんなに結構ないけど緩すぎても怒っちゃう、はい、はい、怒っちゃった人いますか？いや、いないと思います。いないですか？はい、いないと思います思いますってだね言えない、いないですか？言えない、いないってこともないと思います。バンジーキーとかあるいらんわ怖い。あ、無理かも。いやいや勘弁して過呼吸でとかそういうのないですか？ないと思います。多分多分ニヤネン多分いや本当に今までありがとうございました。何やねんお前それ、なんだよそれ。もっと一般思い出作りたかったっすなんで死ぬみたいな。こっちの中が違うの。金玉がね、ちょっとね、人より大きいんすよ。だからちょっとね、ポジショニング、今のうちにさ、しとかんと、これ、やばいことになるじゃない。みんな痛いっていうよ、みたいな。ふざけてねえ、どこにポジショニング取っとけばいいですか？わかんないですね。わかんないです。どうせ。ポジショニングが、真ん中がいいのか、だから。センターポジション、きれいにセンターにしとくしかない。金玉痛いねこれね。緩めますか？いや大丈夫です。大丈夫ですか？いい感じ恐怖。景色最高なんだけどね。恐る恐る進むユウヤピー。きれいな景色を見てる余裕はなさそうです。緊張の面持ち、これはかなりビビってますね。いや怖い。高さ62メートル、景色は絶景ですが、確かにこれは怖そうです。怖っ怖いな。怖くないよ、楽しいよ。大丈夫ではない。お姉さん飛んだことあります？はい。何回か飛んだことあります？1回だけ1回だけなの？1回だけなの？なんで1回だけなんだよ、もっと飛べよどうでした？怖かったです、めっちゃ。もうやりたくないほらでも楽しかったですよ。じゃあまたやったらいいやん。シャワリあるでしょ。あ、シャワリあるの？はい。いくら取れんの？社員は無料で。無料なんだ。飛び放題なの。1回しか飛んでないから。あー怖い怖い。ちょっと待って、めっちゃ怖い。めっちゃ怖いって。一回店員さん見本みたいわ。どんどん顔がこわばるユウヤピー、本当に大丈夫なんでしょうか？何の意味があるのこれには。罰ゲームとしてはちょっとひどすぎるよこれ。これ怖いな。下見ちゃったし見ないって言ってたのに。すごい後ろ向け通るのがないでしょ、だって、うん、怖すぎて。ちょっと待って、一回落ち着くまで待ってくださいね。なんか一回マジでやめて焦んないで、マジでやめてくださいよ、早く飛ばしたいそうだね、早くお昼ご飯食べたいよね、今多分そういう時間でしょ、うん、こんなもんポーンとポーンと飛ぶようなもんでもないからね。僕の気持ち待ちですか今？はい。マジでちょ待ってね、本当に一回待ってねよし行くか。今ジャンプですか？今行きますよ。うそー、間違えちゃった。待ってください。大丈夫だよ。怖い怖い怖い、マジで怖い。今もう怖いわ。下目ない、大丈夫。ちょっと待って、ちょっと一回待って、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 ちょっと待ってね。え、平気な？はい。みんな平気な？大丈夫だよユウヤピー、
恐怖でなかなか飛ぶことができません。まあでもずっとここにいてもしょうがないですもんね。早く行って早く終わらせばいいですよね、こういうのは。マジで怖かった今。よっしゃー、まあ、さっき出して、うわ怖い、ここです。あ、ちょっと待って、セーターあるから大丈夫で、まだ押さないでね、もちろん、つま先出して、はい、もうちょい前、オーケー、下見ない、山見て、ちょっと待って、一回待って、ちょっと待って、怖い、よく平気に飛べるな、みんな。ジェットコースターより怖くないのか。ジェットコースターは怖いです。これは怖くない。 OK？ 怖い、マジで怖い。大丈夫だよ、早い方がいいよ。行くか。下見ない。頭からジャンプね。はい、一回カメラ見て。はい、 OK、 行きましょう。ガンダム5、4、3、2、1、バン。あーあー、5、4、3、2、1、バン。5、4、3、2、1、バン。5、4、3、2、1、バン。マジで怖い、怖い。5、4、3、2、1、バン。それではリプレイをどうぞ。もう行って、いやー、すっげー怖えよ、すっげー怖え、すっげー怖え、うえ、あー、怖い。怖かった。生きてる。怖いでしょ。いや怖い。立ってください。怖い。動くな。怖い。2回目7000円だよ。いや2回目なんか行かない、絶対に。もういいよ、もう二度とやらない。5、4、3、2、1。いや止まって、何ちょっと、もうありがとうございました。いやー、あー、あ、怖い、もうダメだ。終わったね、もう終わった。帰れる。今日は早いでしょ。あ、一瞬だった。もうでも飛んでるところが記憶ないぐらい。ありがとうございました。もう二度とやりたくない。せいや飛ぶ。いや、いいのかな。勝った。試しに。いや、だってせっかくここまで来てさ。いや、勝ったから。勝った意味。せっかくこんな群馬組んだりまで来てさ。勝利者。いや、飛ばない。勝ったから。これ、意味わかんない。いや、やでしょ。いや、やだよ。すっげー怖かった、マジで。すげー怖かった。死ぬかと思った。もう二度とやんねえかんな。バカ野郎。なんだバカ野郎。じゃあありがとうございました。
ああ、帰ろう。でもう待ってないでしょ。手汗が見てこれものすごいから手汗いかがだったでしょうか。ゆうやぴーの罰ゲームバンジージャンプ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。